駅舎大見八幡駅は、滋賀県大見八幡市、高貝町にある、西日本旅客鉄道、大見鉄道の駅である。駅番号は、JR 西日本が JRA19、大見鉄道が OR21。JR 西日本の東海道本線と、大見鉄道の八日地線が乗り入れており、八日地線は当駅が終点となっている。東海道本線は、 琵琶湖線の路線愛称設定区間に含まれており、IC 乗車カード、アイコカの利用エリア内である。プラットホーム短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅で、京上駅舎を有している。短式ホームが1番乗り場、島式ホームが2.3番乗り場である。かつて、東海道本線を走っていた、比叡や、 中山などの急行列車停車駅であった。現在は、米原駅から JR 東海エリアの名古屋、岐阜方面へ直通する列車は停車せず、新快速とアーバンネットワーク内相互発着の特急、琵琶湖エクスプレスが停車する。直営駅である。乗り場運転取扱い場の故障下りは、緩急接続が可能で、3番乗り場は新快速や、 特急列車の接続待ちを行う列車が使用する。ホームのない上り対避線は、貨物列車や臨時列車の対比に使われている。国鉄時代は、大見鉄道と線路がつながっており、無災機などと車扱い貨物の受注があった。ダイヤ支柱時間帯は1時間あたり4本の運行頻度となっている。下りは朝、夜に新快速と普通の環急接続が行われることがある。 駅設備島式ホーム一面二線と、側線一線を有する地上駅である。乗り場駅設備、滋賀県統計所によると、1992年以降、年ごとの1日平均乗車人員は、下表の通り推移している。このうち2019年度について、1日平均乗車人員は17,734人となっている。これは、 滋賀県内に所在する JR 線の駅の中では、南草津駅、草津駅、石山駅に次いで第4位となっており、琵琶湖線の複線区間の中では最多となっている。2018年度の1日平均乗車人員は2703人である。当駅は大見鉄道の駅では利用者が一番多い。2番目は妖海町駅である。 近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。北口が実質玄関口としての役割を担っており、以前からの市街地を形成している一方、南口に近年振興の大型商業施設を中心とした開発が行われた。八幡堀など市名の由来となる観光名所は駅北の少し離れた場所にある。ありがとうございます。